おはようございます、ヤナです。後ろに何があるかしら、何があるかしら、桜でーすということで、今日は松田に来ております。桜の祭りがやっておりましてね、すごくまだ雨が降ってなくて、今日は最後なんですよ。だからラストチャンスで行かなきゃ行かなきゃ行かなきゃって感じだったので、今日めちゃくちゃ朝早く起きて、いやー朝4時に起きてね、今日来てるんですよ。めちゃくちゃ気合を入れていろいろ撮っていきたいなと思っております。それでは一日お付き合いください。よろしくお願いいたします。ヤナと申します。やっぱ海外でも桜何回か見たことあるんですけど、なんか日本の桜ってすごい特別に感動しちゃうっていうか、なんだろう、雰囲気が全然違うし、スケールも違うんですよ。本当に木が大きくてめっちゃ咲き誇るって言葉はやっぱ合ってるなって思いますね。そしてご覧の通り前髪が終わりましたっていうことで、やっぱ湿気高くてちょっと雨降りそうで、ちょっと先ほど降ってたのかなって感じぐらいで、めっちゃ綺麗って感じで、あとめちゃくちゃ人が増えてきて、ちょっと進んでいきたいなと思います。イエイ。で、日本で初めて桜見た時はあのコロナだったんですよ。コロナの時期ってすごい暗くて、対面授業がなくなっちゃったりして何すればいいか分かんないっていう、すごい暗い時期に初めて日本で見たんですよ。桜が自分の力になって、こんな暗い時期にこんな綺麗な花が咲くんやみたいな、それがなんだろう、そう、毎日を明るくしてくれた時期なので、すごく懐かしく思います。で、毎年に同じ感情が湧いてくるので、自分にとって大切な花やなって思いますね。菜の花で血もあってめちゃくちゃ豪華です。そして今日のネックレスも桜です。ちゃんと気合い入れてって感じです。あとなんかお祭りって書いてあったので、もしかしたらなんか屋台とかもあるのかなと思いながら、ちょっと今日いろいろ見ていきたいと思います。で、今上まで登ってきました。ちょっと展望台みたいなところあるので、そこも行ってみたいと思います。楽しみ。イエイエイボーボー、イエイエイボーボー。最高の景色にたどり着きました。そして後ろにスライダーがあるんだけど、今年はやってなくて非常にピエンでございます。本当にめちゃくちゃ行きたかったんだけど、そのために今日来たんだけど、でも後で気づいたら全然やってなくて、でもそれでもここのこの景色見るの最後のチャンスなのかもしれないから、どうしても行きたくて行きたくて、でも来れてよかったなってすごく思います。いやー本当にどこの角度から撮ってもめちゃくちゃ綺麗に景色が広がってて最高です。そして今からスイングがあります。いやっ、感じてめちゃくちゃ後ろに桜がある、イエーイ、おお感じでめちゃくちゃいいです。いろいろ見回ってで見たら、なんとトイレもピンク、そして桜が隣にあって、めちゃくちゃ可愛い。トイレまで可愛いのなんでなって感じだから、めちゃくちゃいいです。なんだろう、日本の桜ってなんか特別な感じしますよね。なんだろう、その海外にも一応ね桜あるけど、ウィーンにも一応100本ぐらいは直接日本から送られてるところはあるんだけど、でもなんかね
こんな感じで屋台あったりとか、その本当に写真スポッツみたいなところはなんか日本すごい多くてめっちゃ素敵で、なかなか海外で味わえない景色が多いので、なんかガチりたくなるっていうのがめちゃくちゃあって、それなんか日本人もめちゃくちゃ観光しに行きたくなるし、外国人もめっちゃ観光しに行きたくなるっていうのが、なんだろう、めっちゃ素敵だなって思いますね。あとなんかみかんがね、みかんが有名なのかな、ちょっとみかん食べれたらいいなって思いますね。甘いみかんね、甘いみかん言うてね、食べてみたいと思います。あるかな、あるといいな。ほんで買ってきましたということで、なんかヘリコプター飛んでるんだけど、ちょうどみかん買った時にヘリコプター飛んでヘリコプターだー。ということで、なんかめちゃくちゃ安くて、これなんか一袋で300円でなかなかスーパーとかで最近買えないなって思ったから、大体500円とかぐらいするんで、めちゃくちゃ嬉しいです。帰ってから美味しくいただきたいと思います。それでは帰った後の感想をこれからどうぞ。バカうめえ。そして鳥のこの個性的な鳴き方でお聞きながら、みかんジュースをいただきたいと思います。素敵なみかんジュースをいただきたいと思います。後ろにも桜が咲いておりますわ。感じで、でもしかもね、これ氷抜きと言ってもね、ちゃんと全部入れてくれてめちゃくちゃ珍しいなって思って、しかも色めちゃくちゃ美味しそうじゃないですか。今日も本当にみかん尽くしということでいただきます。美味しい、甘い、え、すごい、オレンジジュースとかというより甘くてすごい飲みやすい、めっちゃ美味しい。だから松田でこういう素敵な景色見れて本当にすごく嬉しいし、これからも毎年日本の桜が見れるように頑張っていきたいとすごく思ってます。なんか桜好きすぎて曲にしたぐらいなので、ぜひその曲もまだの方はぜひ聴いてみてくれたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。それでは駅の方に戻ってまいりました。イエーイ、もう本当にすごい早く行ってよかったなってめっちゃ思った。気づいたらめっちゃ混んできて、降りる時にはもうギュウギュウだったの。もう本当に行くんだったらもう早めに行った方がいい。もう朝は8時とかそんな感じ、7時とかに行ったらいいと思いますね。でも本当に行けてよかったなって、めちゃくちゃもう素敵な景色いっぱい見れたし、写真とかいっぱい撮れたし、美味しいみかんジュース飲めたし、めちゃくちゃよかったです。でこれから電車に乗って帰ろうかなと思います。それではこの動画も最近からぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょうね。バイバイ。